初ロケアメゼットをご覧の皆様、こんにちは、まことです。こんにちは、星野瑠璃です。はい、ということでですね、本日は、初ロ公共紙幣エウレカ72、こちらのですね、発表会の方にお邪魔しております。さあ、エウレカ2ということなんですけれども、はい、星野さん、こう、前作打ってましたか？はい、打ってました。ちなみにどの辺が好きでした？そう、私は中押しも結構好きだったんですけど、そうですね、コンパクトドライブ、はいはいはい、コンパクドライブ、コンパクドライブありましたね、の演出とか、はいはいはい、うん、ビッグボーナス中の7揃い、はいはい、そうですね、なんかまあ言ったらその ART 機の先駆け的な機種だったじゃないですか。まあそれが今回は AT 機になってリリースされるってことなんで、僕も楽しみなんですけど、まあ2人とも完全に初打ちですもんね、はい、初打ちってか言ったら筐体すらほぼ見てないような状態なんで、ほぼ見てないです、まあドキドキしてるんですけれども、まあ解説とまではいかないですけど、まあそのエウレカ2のですね、まあ流れというか、まあ出玉が増えていく、まあボーナスと AT が搭載されていることのことなんですけど、皆さんもね早く見たいと思ってると思うんでね、早速中の方入ってみたいと思います。行きましょう。じゃあ、はい、さあそれでは、打っていきたいなと思います。いきます。まず通常時ですね。そうですね、まあ、通常時は、バーを目安にですね、ここですね、はい、500狙いをしてもらえれば、まあ、左リール、下段に、ね、チェリーが止まれば、まあ、ジャックと、強チェリーっていうのがあるみたいですけれども、はい、攻めの法則は前作のエウレカと本当同じような感じです、はい、左リール下段にチェリーが止まった場合に、右リールですね、中段にボーナスが、まあ、もしくは、ね、3連チェリーとかになると強チェリーと。前作よりこれ目押しは簡単になってると思いませんか？はい、そうですね、バーを狙っていただいて、まあ、残りのリールはですね、ボーナスからですかね、中リールだと、まあ、バー、右リールもバーですね、の下に追加があるんで、はい、特に500狙いっていう意味では割とやりやすくなってるかもしれないです。で、まあ、役構成とかもねかなり似たような感じですね。チャンス目も、バー下段から右上がりボーナス揃いとか。あ、カットイン来ました。バー狙います。はい、でこれで多分チャンス目ですね。チャンス目、はい、追加で外れがチャンス目。そうですね、ここはゲーム数がカウントされてる、消化ゲーム数ですかね。あ、次回スタートイットアップ、これ前作にも確かありましたね。そうですね、これはエピソードの多分熱いと思います。熱い、うん、基本やっぱり前作もこのエピソード的なのに発展すれば、まあ、ボーナス期待度でしたけど前作の場合は、はい、まあ、今回も疑似ボーナスなんですかね、疑似ボーナスの期待度が高い連続演出なんじゃないかなと思います。でやっぱり3ゲーム目に次ですね、ミルバースが攻撃すればみたいな。あ、ジエンドだ、強攻撃ですね。ダメさあ、ただ逆転パターンももちろんあると思うんで、通常時です。さあ、今の強チャンス目で、ボーナスは当たんなかったですけれども、はい、まあ、いろんな抽選を行ってるんじゃないですかね。チェリーですね、これはですね、じゃあはい、これで3連とかになれば強チェリーだったと。でこれは多分弱チェリーですね、はい、で通常時はですねステージがまあ3種類ぐらいあるんですけど、はい、これはまあ通常ステージですね、格納庫ステージなのかな、まあ、他にも月光後、着陸ステージですね。おっ、キリン柄キリン柄で捨てちゃいしましたね。でもこれ通常ステージの、これも通常ステージです。月光後着陸ステージなんだろう、前兆なんですかね。でも結構その演出が頻発してますか。さっきのチャンス目でポーラリアモードの抽選を行ってるということですかね。かもしれないですね。あ、もちろんだから要は疑似ボーナスの方だけじゃなくて、ART の直撃抽選もあるのかな。あ、今ニルバーシモード、これはですね前兆ステージです。前兆ステージ、はい、ART の前兆ステージですかね。 AT の前兆ステージですか。いや、ボーナスもあるのかな、まあ、何かしらの前兆です。ボーナスもしくは、ART、 IT の前兆。
されてるんですね、コンパクトライブに。あ、本当だ。でそのコンパクカウントの末尾が7で発展すると熱いって書いてます。ただ多分その今7ゲームじゃないですか、ここで発展すると熱いと。ただまあ、エウレカ7っていうその機種名と、まあ、合わせてというか、7基本的に7ゲーム目に何かしらこう常に意味があるみたいですね。それはじゃあ通常時のゲーム数もそういうことですよね。多分そうだと思います。まあ AT 中も何かしら、まあ、7ゲーム目はいろんな抽選が優遇されるんじゃないかなみたいな展開を確認できたんで、あら、ステージチェンジ。おっと、これはですね、さらに熱いステージですね。飛行形態モードっていう、多分本前中期待度が高いモードだと思います。あ、これで連続演出じゃないですか。おお、なるほど。お、またこれもありましたね。いや、この辺はやっぱり前作ファンにもまあ、ちょっと感慨深いものがあるんじゃないですかね。しかもなんかその前作よりその次回予告がボリュームが増えてるっていうか、1話のその絵が多くなってるような気がするのは俺だけですかね。おお、これで確定しましたね。エウレカを救ったってことかな、ニルバースが。あらあら、いいですね。で、あ、ボーナスなんですね。で、ボーナスは必ず、まあ、もう今告知が発生してますけど、まあ、準備状態というか、この間も押し順ナビが発生するんで、そうです、そうです。まあ、白7か赤7が揃うまで、この状態が続くんですけど、まあ、この状態が続けば続くほど枚数的にお得になると。で全リールに白7狙っていただいて、まあ、これがノーマルビッグの方ですね。これがダブル揃いになるとまた違った恩恵があるんでしょうかね。どうでしょう。赤7だとベルナビ回数が多いらしいです。まあ、白7はベルナビ回数が20回なので、今液晶に20分の0って出てますよね。ボーナス打ってきます。はい、赤7だとこれが40になると。で、まあ、ART 中はですね、相手 ART じゃないんですね、ボーナス中はですね、まあ、このベルナビ回数を消化する、間にですね、まあ、レア役だったり、押し順の、リリチェ、まあ、こういうのが入所すると、これはレア役ですね。そうですね、押し順ナビが発生しない場合は、通常時同様、はい、子役狙い手順で消化していただいて、おお、これですね、これ多分押し順、今ナビ発生しましたけど、ナビが発生することもあると。で、押し順当てになることもあるっていう、まあ、リリチェですね。で、これレバー叩いてもらうと、そう、左上にタイプ MS バトルっていうのが告知されたんですけど、これボーナス終了後にですね、このバトルの方に押し順当てに、そうです、そうです、押し順当てに発展します。ただもうポーラリアンモードのランプがついてるんで、これ AT 突入も確定してるっぽいですね。これはチャンス目ですね。で、まあ、チャンス目だったり、ね、チェリーだったりスイカっていうレアクは引けば引くほど、まあ、その後の、まあ、AT なのか何らかの抽選は必ず優遇されるはずなので引き損はないと思います。おお、またリリチェだ。で、これ色変わるんですよ、レバー叩いてもらうと。ほら、文字の色が、はい、変わるんで、これもなんかいいことがあるはずです。まだね、正直僕らもよく分かってないので。これはさっきのレア役で抽選されてるんですかね、リリチェは。あ、もしかしたらそうかもしれないですね。ナビが発生するっていうような、あ、そういうことか。可能性高いですね。
京テリーですね。さあじゃあどんどん打っていってください。さあこれでボーナス終わりましたね。ちょっとベッド押してみてください。そうですね、これでモンスーンのバトルに突入すると、これが5回の押し順当てということですね。まあ、前作のレギュラーだと思ってもらえれば多分問題ないかなと。でこれベルが揃えば、はい、正解です。さあここで多分己のその勘が試されると。なかなかね難しいですね。あーこれで押し順正解かな。まあ、これはリプレイの可能性もあるんですけど、まあ、とりあえずベルが揃えれば。そうですね、おー下段で揃うこともある。5回中2回正解ですね。じゃあもうベットをしてもらってですね、これで AT、コラリアンモードに突入すると、コラリアンモードはですね1セット50ゲーム、で、まあ1ゲームあたりの純増枚数が 2.8 枚、普通のねいわゆるスタンダードな、AT 機の出玉性能になってます。でレアク成立時はーゲーム数の上乗せ抽選を行っていて、さらにですねゲーム数を上乗せすると、まあ、例えば 10ゲーム乗せると、まあ、10% でボーナスが当選するというねボーナスリンクシステムっていうのが。あ、演出が出ました。これは強水化ですかね。そうですね、強水化ですね。押します。あ、プラス30、30% でボーナスも試合ができますよと。ここにボーナスリンク 30% って書いてありますね。これでもうボーナスですか。勝利、ボーナス確定しました。白7、さあ、シダの方が終わりましたけれども、お疲れ様です。お疲れ様です。時間がすごく短かったんですけども、はい、どうですか、ざっくりと感想の方なんかは。もうウーファーですよね。すごい大きなウーファー、ね、はい、あれによって音がもう、はいはいはい、多分ホールさんとかいっぱいうるさいと思うんですけど、はいね、音に合わせてなんかパネルがすごい光るじゃないですか、はいはい、でしたね。ボーナス確定の時もこうキラキラとコンパクトドライブが光ったりとか、はいはいはい、ああいうのがもうすごいなって思いましたね。まあ、僕は個人的にですね、まあ、今回 AT 機になってるんで、まあ、その出玉性能というか、はい、まあ、瞬発力が増したっていうのもあると思うんですけど、まあ、その疑似ボーナスと AT のそのコーラリアンモード、はい、まあ、これのこの流れというか、まあ、常にこうリンクして、まあ、出玉が増えていくという流れが非常にこう上手にできてるなっていうのを、ちょっと触っただけでも体感できたんで、これ打ち込んでいけばかなりやっぱり作り込んであると思うんでね、本当、はい、打ち込みがいのある機種なんじゃないかなっていうのをね感じましたね。ということでですね、非常に短い時間で、まあ、僕らのねその解説的なものを伝わなかったと思うんですけども、今後極めデッドの紙面の方とかでね、まあ、映像の方でも、どんどんその続報が、お伝えできると思います。なので皆さんそちらの方も楽しみにしていてください。それではさよなら。